ダークホースコミックスはアメリカンコミックスの出版社でその規模はマーベルコミックと DC コミックスに次ぐ大きさであるダークホースコミックスはオレゴン州ポートランドのメトロポリタン地区のいくつかの漫画本専門店を経営していたマイケル・リチャードソンが1986年にダークホースプレゼンツというアンソロジー本をきっかけに始めた会社である出版社は オレゴン州ミルウォーキーに拠点を構えている。ダークホースコミックスは、スターウォーズや、バフィー、恋する十字架、エイリアン、フーウンツ 2BEA スーパーヒーロー、hero? といった、著作権のついた作品のコミカライズを幅広く、言っているほか、フランク・ミラーのシンシティア300、マイク・ミニョーラの、ヘルボーイ、スタン・サカイのウサギ用辛抱、オートモ・カツヒロのアキラや、マイケル・シェイボンの、 ザエスケーピストといったオリジナル作品も出版されている。1993年から1996年の間、コミックスグレイテスト・ワールドという歓喜の下で、スーパーヒーローのシリーズを出版したが、1996年より後になって、この歓喜は休止され、2000年代初期にはゴーストも含むキャラクター間のクロスオーバー作品の出版は、 取りやめとなった。現在のところ特殊能力を持ったキャラクターたちによる独自の世界というのはないが、漫画作品の売れ行きは好調である。なお、ダークホースコミックスの映画部門、ダークホースエンターテインメントは、マスクやヘルボーイといったダークホースコミックスの作品を元にした映画を作っている。DH、プレス関係はエイリアンやプレデターといった。 ダークホースコミックスの人気作品の小説家を担当している。ありがとうございます。